岸真紀子さん。立憲民主・社民の岸真紀子です。 あの防災減災国土強靭化のための三カ年緊急対策からお伺いをしますえ今回この三カ年緊急対策に基づく実施状況及び予算の執行状況効果などを会計検査院が調査を検査を行ったところいくつかの問題の指摘がされています、まあ、そのうちの一つに内閣官房は三カ年緊急対策予算に基づく国の支出済み額等を集計しておらず 全160対策のうち69対策は対策ごとの支出済み額等が把握されていなかった事態が報告されていますあのなぜ3カ年緊急対策予算に基づく国の支出済み額等を集計していなかったのかまた69対策について対策ごとの支出済み額等を把握していなかった理由さらにはこの指摘を受けて今後どのように取り組むのか大臣に あ参考人にお伺いいたします内閣官房、岡村強靭化推進室次長お答え申し上げます。昨年5月の会計検査院の報告書において、3カ年緊急対策の実施状況に関して、対策ごとの支出済み額が把握されていなかったとのご指摘がありました。このの原因としましまててはは年緊急対策支出み額については 国のの決算の目分類よりさらに細かい分類であるため、改めて地方公共団体等に対し、詳細な確認作業が必要となることから、集計を行っていなかったためでございます。指摘を踏まえての対応方針としましては、対策の実施状況を国民に対して分かりやすく説明する観点から、地方公共団体等における事務負担を考慮した適切な方法により、 各府省庁において可能な限り支出済み額の把握を行うことといたしました現在3カ年緊急対策のフォローアップとして支出済み額の集計を行っているところでございまして今後集計結果を内閣官房国土強靭化推進室において公表することといたしております岸さん地方自治体の地方自治体の、まあ いわゆる事務量も負担が多くなるのでということでこれまではやっていなかったけれどもなるべく分かりやすく決算に載せられるようにしていくというお答えをいただきました。あの引き続き続のの負担は軽くくしなながらもうなるべくこう決算をどのように伝 使ったのかは分かりやすくしていただくようにお願いいたします。あの次に防災減災対策は終わりなきものであってえ、国民の命を守るためにも重要な事業となっています。えとはいえ、優先順位をつけていかないとあの限られたものでもあるのでえー、そういったことも必要です。で、内閣官房が国土強靭化の取りまとめを行っているということはまあ、そういった難しい舵取り役を担っているからだとは思うんですが、この意義について。まあ 松村大大臣臣、におお伺いししまます。す。国務大臣お答え申し上げます我が国は自然災害がやはり頻発化しておりますし、また、一旦起きますと激甚化いたします、まあ、こんな中で国民の生命、財産を守り、国家、社会の重要な機能を維持するため、内閣の重要な施策の一つといたしまして、国土強靭化の取り組みを推進しているところでございます。 その推進にあたっては、国土保全、交通物流、保健医療福祉をはじめ、幅広い施策分野におきまして、関係府省庁が連携したこれ対応が必要でございまして、内閣官房が総合調整の事務等を担っているところでございます。具体的には、5カ年加速化対策を着実に推進いたしますとと,ともに、昨年7月に新たな国土強靭化 基本計画を策定したところでございます。政策の重点化を図りつつ、内閣官房を中心に政府一体となって国土強靭化の取り組みを進めてまいりたいと考えております。岸さん、大臣ありがとうございます。あの、やはりこの問題というのはまあ、限られた。マンパワー特にあの実際に実。 事務を実施するというか、計画を実施するのは自治体になってくるので、まあ、限られたマンパワーの中でやっていくということもありますし、それごとの象徴ごとに、この事業は大事なんだというところはありながらも、やっぱりその調整役っていうのは、内閣官房でやっていかなきゃいけないというところだと思いますので、あのどれが優先順位っていうのは難しいかもしれませんが、引き続きです、ね、あの皆さんの防災・減災対策を務めていただきたいというところです。で災害ははいいいつどここでで起こるか分からないのの、まあ、備えというものは全国ま なく対策が必要ではあるものの特に人口が過密状態にある東京都などの対策は重要となっていますえ阪神淡路大震災や能登半島地震においても火災による被害が甚大でしたえ東京には下町も多く住宅が密集している地域もありますが首都直下型地震の対策を国としてどのようにお考えなのか大臣にお伺いします 松村国務大臣、えー、まずあの20、平成25年のおぼ中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループにおきまして、えー、ここでの最終報告におきまして、ひとたび首都直下地震が発生した場合、最悪のケースでは、死者数約2万3千人、建物の全棟回数約61万と、えー、こうした、うん 被害が及ぶと甚大な被害が想定されておりますこのうちあの委員ご指摘のように約7割が火災によるものとされておりますこのため政府におきましては平成27年3月にまあ、こうした事態を何としても防ぐべく定量的な減災目標を設定した基本計画を定めまして10年間で死者数及び 建物を全開倒数をおおむね半減させることとする目標として対策を推進をしているところでございます。具体的にはですね、特に火災対策として建物の不燃化や危険性の高い木造密集、市街地等の解消こうしたものに取り組んでおりますし揺れ対策といたしましては住宅、学校、まあ、防災拠点となる公共施設の耐震化など に取り組んでいるところでございます、まあ、引き続き国民の生命と財産そして身体を守るためにですね防災減災国土強靭化しっかりと取り組んでまいります岸さん 大臣ありがとうございますあの今聞いたとおりでも、想定をすると相当な被害を生んでしまうということで、その約7割が火災によるものを想定しているということで、あのなかなか個人のお宅、お家までをこうどん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 変えていくというのは難しいかもしれませんが、とはいえ、やっぱりこの、 輪島における火災の状況を見ても、やっぱり国としてな中の対策を取っていかなきゃいけないので、引き続きよろしくお願いいたします。あの次に実際に災害が発生した後のことをお伺いします。あの、本年1月1日にも能登半島を中心とする地震が発生しまあ、今なお自宅倒壊等によって。 避難を余儀なくされている方がたくさんいらっしゃいますこれまで国としてもプッシュ型の支援というワードを使って対応しているところでまあ、私も実は参議院の予算委員会の中でまあ、積極的な国の支援を松村大臣に求めてきました国としての積極的な支援は必要なんですがプッシュ型というのは時にですね、被災者や被災地にとってニーズが 差異が生じることもあると考えています。この間の新聞にでも、やっぱりこう物資が偏ったり、必要なところにですね。あの適時届かなかったり、という問題がある、というようなことも指摘されていました。でむしろ、被災自治体から見れば、国にしてほしいことは、プッシュ型ではなく、プル型支援ではないか、というところの問題提起です。まあ、特に、発災直後や、現在のように復旧・復興に向けて。 進むにあたっては、まあ、プル型自治体側被災者側が望むニーズに財政的支援を含め応えることが重要となっています、まあ、可能であればさまざまな省庁ごと事業ごとのメニューではなく一括交付金のように自治体が安心して地域の再生に向けて取り組めるよう抜本的に国の支援策を見直すべきと考えますが大臣の見解をお伺いします松村国務大臣 えー、あの岸のご指摘、大変重要だと思っております、えー、やはりあの発災後、現場からの細かなニーズを捉えることは、これはもう重要極まりないと思っております、そのため、現地対策本部や、えー、現地に派遣した、えー、リエゾンの皆さんから細かくニーズを聞き取りながら対応をしてきたところでございます。 しかし途中からプル型といっていろんな細かなご要望を聞き取った対応をやってきたところでもございます。えーまあ、これ、被災地をどのように支援をするかにつきましては災害ごとに、えー、被害の状況や復旧・復興の進め方などこうしたものを踏まえて検討する必要があると。 思っておりますまあ、東日本の時にはやはり広範囲でございましたし熊本地震の時もそうでありましたまあ、今回は地理的制約というのもございましたまあ、その災害ごとにやはりきめ細かな状況を分析をし対応をすることがやはり重要だろうと私は考えております財政支援につきましても1月に策定をいたしました支援パッケージに基づきまして被災地の声も踏まえ総理本部長といたします 復旧・復興支援本部を司令塔にいたしまして、必要な対策と財政措置を機動的、弾力的、総合的に講じているところでございます。委員の,の問題意識は、やはり現場が使いやすいようにと、それは私どもも考えておりまして、財政支援、3か月でございますが、この時点ではまだ全容がすべて把握できているわけではございません。しかしながら、その中にあっても、まあ、国交省においては、 権限代行というような形で、地方の負担を取り除くべく、まあ、国の方が率先をしてやるであるとか、まあ、いろんな災害の状況に合わせて対応をしているところでございますので、引き続き全力で取り組んでまいいりりたいと考えております、はい、岸さん。あの 大臣のご地元の熊本地震がちょうど昨日で8年を迎えたというふうに考えています、でそのときもそうだったんですが、やはりその地元ではこういったところを復旧とか復興にしていきたいと思いながらも、それぞれのお金がある、補助金があるメニューしか、やっぱりそっちにこう優先的にやらざる、優先的にというか、そこを。 がお金がどうしても被災自治体の方では限られているので、国のメニューがあるものしかできないというようなニーズもあったんです、でそういったことも含めると、まあ、3ヶ月間はあの大胆にです、ね、こう心配しないでやってくださいってやってるんですが、その後の復旧、復興についても、できるだけこう建て替えの省庁とか、まあ、事業ごとではなくって、一括的にできるようにしていただきたいという要望です。 防災訓練がどうなのかというところも課題となっています。あのある意味ですね、あの国の防災訓練もそうなんですがあ、岸田総理があの NHK も放送が入ってあの紙を読み上げながらですね。 何月何日地震が発生しましたみたいな紙ベースにですね防災訓練をやっていましてで同じように市町村においても紙ベースで防災訓練をやっているのでどうしてもですね起動あの本当の実際にはもっといろんなことがあるかもしれませんが想定している 訓練しかやっていないといなととうののが実際のところです、まあ、そういった課題があるというふうに認識をしているんですが、まあ、こ,んこのような訓練ではあの、正直ですね、残念ながら意味がないのではないかとで、防災訓練の実効性を高めるためにも、国の取り組みとしてはどのようにお考えなのか、大臣にお伺いします松村大臣。えー、まずあの、防災訓練は、災害時の応急対策に関する検証。 改善、また住民の防災意識の醸成と知識の向上を目的として、これ、取り組んでいるところでございます。まあ、この訓練の実施にあたりましては、委員ご指摘のとおり、実効性の高いものになるべきであると私も考えております。まあ、国の中央防災会議では、毎年度、総合防災訓練大綱を決定をいたしまして、防災訓練を企画、実施する際の基本方針や、地方公共団体の訓練への留意点、 などを示しておりましてその中でより実践的かつ起こりうる最悪の事態の想定また実際の判断行動を伴う方式の訓練の実施等を促しているところでございます、えー、内閣府におきましても首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模地震の発生を想定をいたしまして国の機関と自治体とが合同で 参加者がです、ね、シナリオをを知,知らされない中での模擬訓練を行っております実際に私もその現場を昨年の12月に視察をいたしましてこれはですね、えーまあ、あの面識のない方々がそれぞれの県であったり関係省庁と集まっていただいてチームごとにそれぞれの部署を作りそこに、えー、いろんな事態を いきなり投げ込んでそれに対応いただくというような作業をやっていただく中で、えーまあ、あのいろんな関係,が関係性のない方々がその場で即応する訓練、まあ、こういった非常に緊迫感のある会議,会議でございましたけれどもこういった訓練も行っているところでございます、えー、さらにはあの内閣府では各地で実効性の高い訓練が行われるように国や地方公共団体等の職員さんを対象にいたしまして 訓練の企画,企画の手法や図、えー、上演習などの研修をも実施をいたしております。まあ、今後もさまざまな手段を通じまして、まあ、防,防災訓練がやはり実効性のあるこういった取り組みになるように指導してまいりたいと考えておりますしあの訓練いたしててもあのこれ熊本地震の際の振り返りの中で、えー、熊本市の職員さんが まとめられた本というのを出されまして、やはりその中で、訓練してても実際とは違う、訓練とは違う、とこんなご意見がたくさんございました、まあ、そんなことも含めまして、広く啓発してまいりたいと考えております岸さん。あの本当に 訓練をしてても、大臣がおっしゃったとおり、実際にはいろんなケースがあって、それぞれによって異なってくるというのは間違いないんですが、でもそれでもやっぱり、何も訓練をしていないところも、まだまだあの実際によってはあったり、もしくはさっき言ったように紙を読んでいるところもあるので、まあ、訓練ベースでは多少いろんなことが、失敗が起きても、そのことを見直していくというのが訓練だと思うので、今言われたようなことを引き続き推進をしていただきたいと思います。 特にあの原子力防災の訓練は、要素材などの備蓄であったり、放射線に対する知識など、30キロ圏内と30キロ圏外では大きく知識で異なることは、2011年3月11日の東電福島第一原発事故でも明らかとなっています。自自治治体体や近くの自治体では 要素材が用意されていたり、まあ、それをいつ住民の方に配布をして服用させるかなど、まあ、一定の知識がある自治体と、原発から離れていたけれども、風向きの影響で、えー、急遽避難を余儀なくされた自治体では、 放射線から身を守るための要素材や放射線測定器など、必要な備品不足を含めた知識が正直ですね、なかったということがありました。まあ、それまでは原発は安全なんだというようなものがあったので、えー、一定程度こう30キロ圏外のところは仕方がなかったのかもしれませんが、しかし、事故は起きて、自治体によっては対応が異なったことを考えると、原子力防災は一定程度の備えを考えておかなければなりません。これまでも何度か 質疑をしてきているところですが、能登半島地震でもあれだけ大きな断層のずれが生じたことを踏まえると、さらなる対策が必要です。まあ、政府としてこのことについて、いかがお考えなのか、お答え願います。内閣府森下審議官。お答え申し上げます。あの委員、あのご指摘の通り、原子力災害が発生した場合。原発なの三十キロ圏外にも影響が及ぶ可能性を考えておくということは。 必要と認識しておりますあの原子力災害の備えについてでございますけれども、これ、原子力規制委員会が原子力災害対策指針というのを定めておりまして、その中で、住民に対する被ばくの防護措置をあの短期間で効率的に行うために、あらかじめその影響の及ぶ可能性がある区域を定めた上で、重点的に対策を講じておくこととされております。で実際には あの原発に近いほどその可能性が高いということから、我々あの原発からあの5キロ圏内、さらには30キロ圏内の住民に対する支援を重点的に行っているところでございますが、内閣府では、先ほど委員からありました、30キロ圏外の住民にもあの内容が伝わるように、現在でも内閣府のホームページでの情報発信、あるいは自治体による住民への情報発信に対する支援、さらにはあの自治体の職員への研修などを通じて、 放射線防護や安定要素材への,の知見をですね、向上を図るように、えー、と努めてきているところでございます。あのその上で、今日のあの委員のご指摘も踏まえまして、引き続き関係、道府県と相談して、地域の実情を踏まえた情報発信に努めてまいりたいと思います。はい、岸さん あのもちろん電力会社では事故が起きないように努力しているでしょうし起きない方が絶対いいんですでもあの地震や津波噴火など人間の努力ではどうにもならない自然災害による原子力災害を想定した複合災害への備えが欠かせないというところですであのこの間もずっとさっきの質問をしてきて三十キロ圏外のところの要素材はどうなんだって言ったら希望があれば助成金を出す助成金だか補助金を出すよという取り組みはやっていると聞いているんですがそうではなくて やっぱり一定程度のところには、いち早く届くように仕組みとして考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えています。まあ、ケースバイケースかもしれませんが、地震や津波の場合の屋内退避ができないかも。原子力防災の時には、ああ、災害の時には、そういうことができないかもしれません。で、こういった複合災害をどのように対策するのか、お伺いします。内閣府森下審議官。お答えいたします。これも委員御指摘の通り。 あの自然災害と原子力災害との複合災害に備えた対策はあの非常に重要だと考えております。あの現在、内閣府においてはあの、原子力発電所の立地地域ごとにあの、地域原子力防災協議会というのを設置しておりまして、自治体と関係省庁との、その枠組みの,枠組みの下で、地域の実情を踏まえながら、す、え、で、ー、にあの大規模な自然災害と原子力災害との複合災害を想定して、えー、地域の避難計画を含む緊急時の対応を取りまとめた。 あるるいいいは取りままととめに向けてて検討を行っているところでございます引き続き、この枠組みの下で、地元の声をしっかりとお聞きしながら、原子力災害対応の実効性向上に取り組んでまいりたいと思います岸さん、はいあの。先ほども言いましたが、事故は起きないことが一番いいんですが、もしものことを考えて、できる限りの対策を引き続きお願いいたします。 次にに河野大臣にお伺いします、えー、令和5年12月にデジタル行財政改革推進会議は、基金の点検、見直しの横断的な方針を定め、検討して、まあ、先日の報道によると、今月末にも点検結果の報告を行うというふうに出ていました。どのようなものが課題として挙げられてきたのかなど、あの現段階でお答えできる範囲で構いませんので、進捗状況を大臣にお伺いします。河野国務大臣 はい、あの基金、あっという間に200に増えておりまして、ちょっと時間がかかっておりまして、あの申し訳なく思っておりますが、あのまずはしっかりと定量的な成果目標をすべて、えー、設けるということ、それからあ期限をとりあえず10年、 で成果をしっかり判断をする、まあ、必要ならその先もあり得るということですが、あのまずはあそこでしっかり判断をしようということ、それから予算投入は3年分ということで、えー、それもこの予算投入した分の成果を見ながら、また次にいくら基金に入れていくのかというところはしっかり見ていこうということでございます。まずはそうした あの今まで割とないがしろにされていたあの外形的なところからまずきちんとタガをはめていきたいというふうに思っておりまして今、鋭い作業をしているところでございます。岸さん。 はい、あのぜひともこれは河野大臣は積極的にやっていただけるだろうというふうに期待をしております。えー、であの令和4年度末事態における国の基金による事業数と残高あ、さらには新型コロナウイルス感染症が蔓延する以前であった令和元年度末との比較を参考人にお伺いいたします内閣官房、柴田あ強制改革推進本部事務局次長。 お答えいたします今お尋ねございました、基金事業の数および残高につきまして、各府省庁が毎年度公表しております基金シートをもとに集計いたしますと、令和4年度、2022年度末時点で186基金事業、えー、残高合計で約16.6兆円でございます。 一方で、令和元年度、2019年度末時点、コロナの前ということでございますけれども、それについて申し上げますと、162基金の事業、総額約2.4兆円となっております岸さん。あの先ほども大臣にお答えいただいたように、気がつけば約200近くになっているということが、ここであのはっきりさせていただきました。で令和 元年2019年でも162基金あったので、まあ、これでも結構多いとは思うんですがさらにちょっと増えてしまったというところですで基金すべてがダメだとは私は言いませんがやっぱりこの機動的かつ柔軟に対応するためには必要な基金というのもあるとは考えますしかし当初予算だけではなく補正予算でもこの間新たな基金を作って、まあ、その都度基金としなければならない理由が 本当にあるのっていうことを私たちの立憲民主党もずっと指摘をしてきたところです。で、それにもかかわらず、本来の目的であった事業費としては、残念ながら使われずに、残高が高額になっているものが見受けられているというところです。でもっと言えば 29の事業については、基金事業への支出がなくって、基金運営のための人件費や管理費のみが支出されていたことは問題であったと、これは残念ながら指摘せざるを得ません。厳しく言えばば基金に積み立てなければ 余計なな費用は発生しなかったとということです、まあ、複数年にわたって基金に多額の予算を掲示をしてきたことは、まあ、率直に政府として反省するとともに、まあ、その妥当性をどのように捉えてきたのかというのを河野大臣にお伺いします河野大臣あの。事業がなく、管理費だけになっているものの中には、ですねあのもうこれ、潰すべきもの,あの、それは潰します。 ただあの作られたばかりのものというのがあったりあとはその万が一の時の保険のようなものがございますから。 あの事業がなかったからといって、これはあの実は喜ばしいという事あの、事業がないのが喜ばしいという類のものもございますので、そこは少し分けてあの考えていただきたいと思いますがあの、事業がなくて管理費だけになっても、これはいらないというものは、これは潰すということにしたいと思いますし、あの保有割合があまりに多いものについては、その分しっかり国庫に返納させるということをやらなければいけないと思います。先ほど申し上げました ましたように今回、外見的なところできちっとタガをはめた上で、あで6年度、しっかりあのそれぞれの基金を個別に引き続き見てまいりますしあの当然に今、基金として行われているものについてはあの国会などで。 あの説明責任をしっかり果たしていかなければならんというふうに思いますので、これはもう国民の皆様にもこの危険をしっかり見ていただいて、あの問題があればどしどしご指摘をいただいて正していかなければいけないというふうに思っております。あの今我々英字作業をやっておりますので、なるべく早く公開をして見ていただけるようにしたいというふうに思っております。 ありがとうございますあの本当にだめだったことは率直に駄目だったということを反省して、大事なのはま決算なので、次,次の予算向けにあたっても、きちんとそういったことを反省して、これから国として考えていかなきゃいけないというところなので、そこも含まれるためにも、今回の,その見直しというのが重要になってくるので、引き続きよろしくお願いいたします。 次にです、ね、予備費の使い方の問題というか、あの新型コロナウイルス感染症の臨時交付金についてお伺いをします。あの4月1日、党委員会において、えー、予備費の問題を私も指摘をしまして、えー、予備費の不要理由の提出を求めたところ、あの資料を提出いただきました、あの予備費不要の理由は理解できるところと、やっぱり納得ができない部分もありますが、まあ、委員長、理事の皆様の配慮には感謝をいたします。 あの本日は予備費の繰り返しくあ、繰り越し問題ですね、予備費の繰り越し問題、中でも内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の予備費から、2023年3月28日に閣議決定をした1.2兆円は、 昨年の決算委員会でも指摘をしてきておりますが、やはり結格として、1.2兆円の1円も使われずに全額を繰り越しているというのは問題です。当たり前のことではございますが、予算は単年度が原則であって、かつ予備費を国会会期中にもかかわらず使うというのは問題です。これはあの午前中の衆議院の方でも委員会で指摘をされていました。で私たちの指摘をどう捉えているのか、また1.2兆円繰り越した理由を、自民大臣にお伺いします。 自民国務大臣、お答えいたします。地方創生臨時交付金につきましては。 物価上昇の現状を踏まえ、自治体が体制上の不安なく、国民の暮らしを守るための切れ目のない支援を迅速に実施できるようにすることが重要であると判断をいたしまして、令和5年3月22日に開催されました、物価・賃金・生活総合対策本部におきまして、1兆2000億を措置する,とするとしたところでございます。でそのののの上ででありまますが年度内の執行に向けまして3月22日の物価対策本部の後 き日付けで事業概要を周知をいたしまして、自治体の事前準備を可能としていたほか、3月28日の予備費の閣議決定後、自治体に対して速やかに交付限度額等をお示しするなど、できる 限り早期の執行に向けて取り組んでいたところでございます。こうした取り組みを受けて、早期に検討が開始された自治体もあったと承知をしており、例えば低所得世帯への給付について、年度内に予算額を決定した自治体がございました。しかしながら、地域の実情や当時の感染状況に合わせて、必要な支援をきめ細かく実施するために、事業を実施主体である自治体におきまして、事業の検討等に まあ時間を有し、まあ、そして、て、えー、実施計画の策定等に不足の時間を要することとなったため、えー、翌年度に繰り越しを行うももののとなったものでございます岸さんあの。大臣の方からご説明いただきましたし、事務方の方からもそのような説明は事前にはいただいていたんですが、やはりこの単年度、をちゃんと予算を年度末に使うという観点から言うと、3月28日だと。 年度末って4日間しかないっていうところなんです。で、これはやっぱり非常に問題ですし、先ほど答弁にあった3月22日付で事前の準備をしていただくというのも、本来したとしても自治体にとってみれば、きちんと予算が確定しない限りは動けないというのが実際のところです。もっと言えば、あの本来であれば自治体だって。自治体の議会を開いて。 補正予算なりをかけないと、本来的な業務としては、専決処分で済ましていいという問題ではないので、なぜ4日間を待てなかったのかと、新年度からにしたら1年間かけてしっかりと対策できるよということなのに、これをやったことはいかがなものかというのは指摘せざるを得ないというところです。まあ、他の科目についても予備費についてはいろんな問題があるので、まあ、それぞれの省庁ごとに検証していくことが必要になってきますで、まあ、そのことはまた別な機会があればやっていきます。 次にですね。また、あの小林製薬の麹町を原料とするサプリメントの摂取によって5人の死亡事例をはじめ、多数の入院事例が発生するなど、深刻な健康被害が生じています。この問題は4月4日の党委員会にて徳永恵り議員が機能性表示。食品の問題を指摘した。 ところですでまた立憲民主党としても、4月10日に自民大臣に緊急要請を行っておりまして、その中にも被害者救済を、被害者、消費者被害を、えー、これ以上広げないためにも、消費者庁には消費者への十分な情報提供、さらにはサプリメントそのものや、健康被害が生じた対象製品に類似する製品への風評被害の防止、まあ、これも大事ですここういいったことも配慮を要請しています。 風評被害に配慮しながらも、消費者被害を拡大させないために、消費者党としてどのように取り組むのか、大臣にお伺いします。自民国民大臣 答えいたします今般回収命令の対象となりました3製品以外の小林製薬の紅麹を原料とする製品への対応につきましては、まあ、厚生労働省が小林製薬が直接紅麹の原料を卸している会社と延べ225社に対しまして事業者自らの点検を行った上で報告するように求めました、まあ、その結果いずれの企業からも過去3年間で医師からの当該製品による健康被害が1件以上報告された 製品等に該当するものの報告は得られなかった、これを受け、回収命令の対象となった産品、産製品と同じ原材料を使用している製品については、回収の対象に該当しない旨が、厚生労働省のホームページに掲載をされました、この迅速な対応には感謝をしてございます。正しく恐れるということでは、必要な情報を速やかに国民に渡していただく、そのための手続きをしていただいたと思ってございます。でその上で現在厚生労働省において でま原因究明が取り組みを進められているとも承知をいたしておりますが風評被害を防止するためにも今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定を進むことはまずは期待はしたいと思ってございます消費者庁といたしましては厚生労働省や関係省庁とも緊密に連携をしタイムリーに情報発信をしてきたということでございますがこのことが消費者の皆様の懸念の払拭につながっている ということも考えてございまして、引き続きより一層緊密な連携のもとに対応してまいりたいと思ってございます。岸さん あの大臣の答弁にあったとおり、健康被害については、厚労省のほうで所管になるんですが、あの消,費者被害消費者被害のほうは、消費者庁で引き続き、風評被害の対策も含めて取り組んでいただくということで、確認を取りました。あの5月末をメドに、えー、機能性表示食品制度の在り方を見直すように、官房長官から消費者庁に指示があったと承知しております。 をしていいたただきたいということを最後に要請をして、私の質問を終わります。